今日はアメリカのバッティンググローブ、ナイキ。日本ではナイキは撤退しているので、レアな一品かと思います。そのナイキのバッティンググローブをご紹介していきたいと思います。 アメリカの製品は日本の製品と違って厚紙でなんかポチッと留めてある感じですね。で、ナイキのマークが入っていて、左と右で手のひらの部分は合皮でグリップ止めが ついていいてる感じみたいですね。であとはあのプチプチと穴が開いているところが、まあ、空気を通しやすいようになっているようなものですサイズは L サイズですとってもまあおしゃれな感じのバッティンググローブです、まあ、はめてみますとこんな 感じですね、まあ、日本の XLLL の、えー、手袋と、まあ、同等ぐらいの、えー、サイズかなと思います。なので、えー、向こうで買うときは、えー、一回り、えー、小さく選んでいてもいけそうな感じですね。で、まあ、ナイキのマークが白で入っていて、まあ、日本ではあまり見ない。 ナイキのバッティンググローブですチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。